はい、皆さんお疲れ様です。乳酸菌大好きニューさんです。今回はケーブ4裏切りからビーストロックグレーシャーまで移行した試合があったので、そちらの振り返り動画となっています。ケーブ4裏切りは2ゴールドコマと1ゴールドコマのケーブで4ケーブを出して、プラス裏切りのデーモンハンターを組み合わせるという、あの序中盤にちょっと強めな形になりますね。でそこから最終的にビーストグレーシャーに移行したものになっております。ケーブ4から、ビーストロク裏切りの形に行ってもよかったんですが、ちょっとアイテムに恵まれなかったので、今回はグレーシャー型の方に切り替えちゃってますね。序盤はなんか好きな駒取ってモブ戦に勝てればいいかなみたいな感じで進めています。でなんか3ラウンド目でナナちゃんが来てたので、なんかウィン朝とかできたらおもろいかなみたいなこと考えてます。マナが来たら、リバインミズスピとかでもいいかみたいな感じでした。で近畿のデーモンハンターが重なったので、そこにアイテムを乗せるような感じでやっていっています。なんか特に目ぼしいのがなかったのでプレメとハンマー作ってますね。プレメ持ってるキャラは赤斧の方が良かったですね。近畿のデーモンハンターに持たせても最後の方しか今攻撃受けてなかったので、攻撃受けるキャラにプレメ持たせた方がいいかなって思います。でここはちょっと考えたんですけども、レベル上げちゃってケーブにオリアーさんの形が一番今強いかなって思ってこんな感じにしています。でちょっとその盤面が見た目的にあんまり強くないので、周りの強さ確認しながらメタれそうなところあったらメタって、できるだけ大負けしないように立ち回ってます。今運よく勝ってるんですけど、多分途中で負けるなみたいな感じの強さなので、ちょっと警戒していますね。で裏切りのデーモンハンターとアグライアが欲しいなって思っていて、今ちょっとケーブ出してるので裏切り出してもいいかみたいなことを考えながらやっています。でここはグレーシャーナイトっぽいピックをしているところですね。ここには全然勝てますね。でアグライアはスルーしとくかみたいな、マナ来てないしなみたいなことを考えて取らずにいました。そしたら裏切りのデーモンハンターと水のスピリットもリーチになっちゃったので、さっきアグライア取っとけばよかったかなって後悔してました。お金余ってたし取ってもよかったかもみたいなそんな感じでしたね。でここちょっと嫌だったんですよね。なのでちょっと配置見に行ければよかったんですけど、配置見に行けなかったのでちょっと負けちゃってるんですが、人狼増やされずに、負けれたのは良かったかなと思います。でここでケーブ4が出たので、ケーブ4プラスエースコマの形にしていきます。ケーブ4プラスエースコマっていう形は、その大負けそんなにせずに、勝つときは勝つし負けたらそんな大負けしないみたいな構成というか、中盤まで強い構成になって、でなんか必要なものだけ買っていけばいいって感じになるので、お金も節約しながらつなぐことができる構成になりますね。でここでハンターさんが出るピックになったんですが、射手星1を使ったハンターさん今から出しても弱いかなって思って、ケーブ4、裏切りのデーモンハンターと近畿のデーモンハンターという組み合わせにしていますね。全体的に体力がアップしているので、ケーブ4プラスライフルマンとかでもいいですね。ティガーのハンターと、卵を使って裏切りのデーモンハンター重ねちゃってますね。で10ラウンドなので、普段だったら20ゴールドくらいあったらなんか安心するなって感じはあるんですけど、今回重なりがいいので10ゴールドあればいいかみたいな感じでやってました。
で裏切りのデーモンハンターがもう重なったのでここにアイテムを寄せています。でマナがないので棒を取って少しでも早く変身してもらえるようにしていますね。で当たり順とか確認して当たるところを見に行ってます。で草神にあの近畿のデーモンハンターが当たらないように直前で配置を変えてます。だからもうちょっとあの時間があれば水スピがテレポしてくるとか分かればその配置とかにすればよかったんですが、ちょっと時間なかったので最低限のことだけしたって感じですね。でここで当たったのもなんかナイトとか使ってるので、なんかそのこれまで当たった人とかの序盤のなんだろうピックとか見るとナイトが多かったりしたので、もしかしたらなんかビーストとか行ったらいいかなみたいなことを考えながらやっていましたね。でなんか他のところとか見て、でここはちょっと強くてあのグレイシャー4が出てるのですごい早いんですよね。でもう全然殲滅されてしまうという結果になってしまったんですが、もうちょっと倒せればよかったんですが、でちょっとビーストを見始めたのでビーストに使えそうな駒を取っていきます。でここもすごい重なりが強くて不安だったんですが、ケープ4で400くらい体力がアップしている駒たちなので割と耐えられますね。で一応狼の群れ配置とか気にしてたんですけどどう配置すればいいかわからなくて、まあ、狼飛んできても左の方に飛んでくるので裏切りだけ右の方に寄せて避けさせてますね。まあ、こんな感じでなんかアイテムがあんまりその裏切りビーストをやるにはあんまりいいその組み合わせできてないので、まあ、やるならこれビーストいってもグレーシャー型だなって思いながらやっています。でプレメは赤斧に持たせてあげてます。あともうちょいで確定ラウンドが来るので今まで当たった人の確認とかをしています。結構体力守りながらゆっくりレベル上げができてるのはいいかなと思いますここで海賊王が来たので雑に海賊王を入れてますね。あの海賊王って一発スピッツキスキルスキル打ってくれれば全体に資産を与えてくれるのですごく優秀なんですよね。なので入れる駒が目星のなかった時は割とあの海賊を入れたりしていますね。雑に海賊王と雑に亀乗りはよくやります。ここには勝てそうな感じがしますね。ケーブ4裏切りをやるときは割とそのケーブ駒は重ねちゃって大丈夫です。でここでバーサーカーも切ってたのでバーサーカー取りたすぎて海賊を売ろうかなって考えてます。なのでクマノドルイド出してバーサーカー取ってますね。ここは相手が強かったので負けちゃってますね。でレベル8にして一応ビースト2を出しています。
で、ここでビーストにケーブン、デーモンハンターという形にしています。21ラウンドで6ビーストを完成させるんですけども、イモムシがまだ来てないので、次のラウンドでイモムシを探しつつ、もし、バーサーカーが重なればもうすぐ行こうという感じになります。で、クマドルが重なってイモムシも来たので、ここでもうビースト6を出します。で、余ったゴールドを使って回していますね。まあ、ここはビースト6出たタイミングだったので勝ててますね。で、回して預言者が星3になったので、周り見てデーモンハンターの数確認してます。で、なんかまだ、まあ、雑にデーモンハンター抜いといても勝てそうだなって思ったので、預言者を優先して出しています。最終的に私は、グレーシャー型に移行しようと思ってたのと、ディバインがいるので、あの裏切り型ではなくて、まあ、グレーシャープラス終焉型にしようかなと考えてました。で、この完成度のまま全然勝てると思ってたので、まあ、無駄にガチャを回さずレベル振って、まあ、近畿のデーモンハンター出して、ビースト6、デーモンハンターに預言者っていう形でグレーシャーが、まあ、集まるまでつなごうかなって考えてます。で、そのデーモンハンター使っている人と当たると、今の状態だとおそらくデーモン消されてしまって負ける可能性もあったり、 まだあのビースト4とかだったので勝てるかなとは思うんですけど、ちょっと不安だったので、もうレベル9に上げて近畿出しちゃってますね。まあ、できるだけ負けたくなかったのと、周りをどんどん落としたかったって感じですね。あとレベル9にして早くバーサーカーとチェンジしたかったっていうのもあります。まあ、ここですごいマナアイテムが落ちたりしたら、まあ、裏切りビーストをそのままやっていてもよかったかもしれないんですが、全然落ちないんですねなのでこれも裏切りビースト絶対できないなって思って、これ絶対グレーシャー型だって思いながらやってました。で、40リッシュと50リッシュもなんかこれくらいの欄になってくるとそんな重要じゃなくなってくるので、まあ、思い切って40くらいまで使いながら回してます。で、ここがちょっとなんか変な構成やってるんですけど、ケーブ4、グレーシャー4、遠霊奉仕みたいななんだこれみたいなことを見ながら、これ多分あのグリムコンボ構成なんですかね。グリムコンボが決まりやすいあの駒ばっかり使ってる構成だったので、まあ、そういうの狙ってやってたのかなって思って、あ、そんな構成もあるんだみたいなと考えながらやってましたね。で、あともうちょいで対抗のビーストと当たるなって思ったら当たったので、一応あのテレポを持ってること知ってたので、一応石色に近畿のデーモンハンター下げといたら捕まえてくれたので、普通に勝てたのと落とせたので、あのもう近畿のデーモンハンターいらないなって思ってモロック出してますね。まあ基本的にアイテムは裏切りのデーモンハンターと預言者にまとめています。で、やっぱりなんかマナアイテム全然来ないので星さん目指してもしょうがないやって気が変わって、裏切りのデーモンハンターは撃って終焉の審判者を取っています。で、しばらくは、グレーシャー集めで回します。で、全然パーサーカー来ないんですよね。なんかどうしようかなって思って、さすがにあの31ラウンドには完成させたかったので、ちょっとどうしようみたいなことを考えながら出ましたここすごいグリムコンボが決まっちゃって負けちゃってますね。で、グレーシャー4まで伸ばさないなって思ったので、
まあ占い師は無視しちゃってます。でここもブラウンドなのでアイテム整理とかも兼ねて、もう裏切りのデーモンハンター外してグレーシャー型に移行してます。次のラウンドでバーサーカー重なるまでガチャするんですけど、重なるまでガチャプラス構成移行プラスアイテムの渡し替えっていうのが私はできないので、もう構成移行しちゃってますね。でここで構成ができました。でテレポート探検がいるかとか最終的に確認はできてないんですが、まあ、雑に言うとバーサーカーの後ろにイモムシ置いとくと、イモムシがスキル吐けば壁を増やしてくれながらバーサーカーも持ってくれるみたいなことができるので、私はバーサーカーの後ろにイモムシを置きがちですね。でここはなんかさっきのグリムタッチ構成だったと思うんですけど、マリンをつけてグレーシャー抜いてたので勝てましたね。でここは水ディバですが、水ディバには勝てると思います。そうですね、結構勝つことができました。まあ、標局はちょっと今預言者に持たしちゃっています、まあ、ビーストグレーシャーのグレーシャー枠は基本的には呪術医使ってる方が多いと思うんですが、まあ、今回は割と体力多いところからビーストに移行していったので、すぐに呪術医使ってましたが、まあ、基本的にプリーストを出しながら移行してることも多いです。で最後ですね、ここもう怠慢だったので、もうレベル上げして強行入れちゃった方が、まあ、1回で勝てるかもって思って、ここでレベル上げをして強行入れちゃってます。で35ラウンドでいいアイテム作られるよりかここで落としちゃおうって思って、こんな感じですね。今回はなんか結構スムーズに移行できたっていうのと、まあ、序盤からいい感じの形が作れてたので、まあ、体力守りつつお金貯めつつっていうことができたのが良かったかなと思います。 KV4 プラスなんかエースコマっていう形はすごく好きなので、もしよかったら使ってみてください。で KV4 裏切りのまま最後まで使えるのかっていう疑問とかもあると思うんですけど、私がやってみた感じは KV4裏切りを最後まで使うのは割と弱そうだなって思っていて、まあ、KV4 裏切りやってるのであれば、まあ、途中から裏切りビーストに移行していくのがまあ悪いかなとは思っています。今日の動画は以上となります。最後までご視聴ありがとうございました。失礼します。